クッキング、どうもマンションカウンターカレー部マンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回はこちらです。 ISP 池袋ショッピングパークでございます。これ降りるとすぐにですね、スーパーマーケット部分になります。はい、買い物完了でございます。こちらですね、買い物終わった後はスタバ側の方にあるですね、出入り口を出ますと、もう正面にですね、35番出口になります。なので JR 線や丸線降りた後は先ほど映した方から入っていただいて、帰りはですね、この35番出口を出るとサンシャインシティ方面に向かうことができます。こちらフレッシュマーケットといいますですね、高木フーズだったり非常にですね、有名どころも入っております。でこちらサンシャインシティ方面の35番出口というのは、最近話題になっておりますプラザタワー東池袋ステーションアリーナのですね、池袋駅の最寄り出入り口となります。はい、35番出口出ました。こちらをですね、出てまっすぐ歩くとサンシャイン60通りへ抜けるですね、交差点にぶつかります。こちらは有名な交差点ですね。本日は雨ですが人は多いです。でロッテリアのですね、7階に先日マンションカウンター池袋店がオープンいたしました。ぜひですね、ご利用いただければ幸いでございます。プラザタワー東池袋ステーションアリーナへ向かう際はですね、こちら渡りまして右側グリーン大通りに入ります。まあ、サンシャイン60通りをですね、歩いてサンシャインシティの中に東急ハンズのところが入ってしまった方が、まあ、濡れはしないんですけども、池袋駅からの最短ルートとしては35番を出てこちらのグリーン踊りをまっすぐある形になります。まあ、実際雨の日はですね、有楽町線ですね、乗ってしまって東池袋駅出ちゃった方が当然ながら便利ですけどもね、それが駅直結の強みでございますので、ただまあこれぐらいの雨であればまあ歩道も広いのでですね、ちょっと先ほどの60通りへ抜ける交差点部分まではかなり人が多いので、こういった雨の日は傘もぶつかっちゃうぐらいでございますけども、このグリーン踊りまで出ちゃえばですね、混雑してはおりません。途中ですね、隠れ池袋もおりますので楽しみながらですね、歩いていただければと思います。途中ですね、松屋東池袋グリーン踊り店もございます。そしてそのお隣はですね、かっこいい建物の豊島岡女子でございますね。この建物ほんとかっこいいですよね。私も池袋のですね、ここに通っておりまして、男子校でしたので、まあ、周辺のですね、こう女子校とですね、まあ、交流というのは当然あるわけですね。ただですね、豊島岡女子の方はですね、全然相手にしてくれなかったですね。まあ、レベルが違うと言いましょうか、まあ、すごく真面目な子が多かったですね。よく遊んだ女子校としては安倍学、桜ヶ丘、武蔵野ですね。でもほとんど共学になっちゃいましたね。安倍学はまだ女子校ですかね。桜ヶ丘と武蔵野は間違いなく共学になっちゃったと思いますけども、まあ私が卒業した高校自体もですね、もう共学になってますね。今男子校女子校ってのは非常に珍しい存在になってきましたね。で35番出口を出て先ほどの60通りに抜ける有名な交差点をですね、抜けましてグリーン大通り歩いてくると、この首都高5号線のところ、ここ信号を渡る必要がございます。渡りきりまして右側にですね、ブリリアタワーが見えておりますけども、ブリリアタワーはこの首都高5号線を池袋から見た時に渡らないというのはやっぱ強みにはなりますよね。今回の物件はですね、どうしても今渡りました5号線の下をですね、くぐる必要がございます。先に読めたように東池袋駅直結ですから、まあ池袋から歩かずに電車乗ってしまってもいいんですが、こちらですね、物件まではまだ数百メートルあるんですが、東池袋駅のこちらのホンダの前にあるですね、出入口もうこれ入っちゃっても大丈夫です。まあ、雨でなければ今のところですね、降りずにそのまままっすぐ行ってグランドエントランスから入ってもいいんですけども、雨の日だったりとか
まあ、あとは日中で暑い日だったり日差しがある日だったりとか、まあ、ここで地下入っちゃってもいいですね。はい、コンコース歩いてきまして、4番出口です。ここをまっすぐ行くと地下階のエントランスがございます。そこから15階へダイレクトに向かうエレベーターがございます。非常に便利ですね。はい、ということで戻ってまいりました。本日はですね、青森の正直弘前屋直火焼きリンゴカレールー中辛でございます。あ、見かけないですよね。そして玉ねぎと、こちらはですね、青森で合わせてみました。しゃぶしゃぶ用にしました。ちょっと歯の治療中で硬いお肉が厳しい状況でございますので、歯に優しいしゃぶしゃぶ用のですね、柔らかい薄切りのお肉にしました。それでは作っていきます。クッキング。はい、できました。それでは盛り付けていただきたいと思います。おいしそう。はい、盛り付けました。それではいただきます。うん、うめえにゃ。いやー、美味しいですね。うん、非常に優しい味なのかなと思ったら、結構本格的なカレーの味ですね。スパイシーでございます。池袋駅から捨て有までの道のりの中にあるスーパーマーケットでは、個人的にはですね、この ISP の中に入っているお店はおすすめでございます。ステアリーご検討中の方はですね、ぜひシミュレーションされてみてはいかがでしょうか。池袋界隈はデパ地下含めて買い物施設が多いんですよね。だからなんか東池袋って聞くと、ちょっとスーパーマーケット少なくて不便かなと思いつつも、まあ声優ありますし、成城石ありますし、マレツプチありますしで、まあ困らないんですけど、ちょっとなんかいいものを食べたいな、いい食材使いたいななんて時は池袋行けば、まあデパ地下なりこの ISP なりですね、いろいろありますので、住むにも本当不便ない街ですね。まあ、ほんと何度もお伝えするとこですけども、サンシャイン60通りのゲームセンター、アニメートなど、財布の中身が非常に心配にはなってまいります。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。